今日はファンクショナルセーフティー、機能安全ということで、発表をします。これは、午前中、午後一番 の、 その加藤さんの、ディスルドールの ELC の紹介の中でもちょっとありましたけど、Linux ファンデーションが、主催というか、催したそのワークショップとして、機能安全のワークショップが3日目ぐらいに開催されました。でその中で、パナソニックも、一つ発表をしたので、その内容をちょっと紹介するのがメインです。私、英語かなり不自由なので、本番ではほとんど何も言いたいこと言えなかったので、今日は日本語までそれ、ジャンボリーもとっても正しいですね。で、あとですね、はい、で今日の発表の流れとしては、おそらくなんですけど、機能安全ってよくご存知だっていう人って多分あんまりいらっしゃらないのかな。ここって Linux、しかもカーネルの人たちがいるから、機能安全ってまず真反対の世界。世の中にも機能安全っていうものがあって、ちょっとホットトピックになってますよと。で、機能安全の世界の人たちが、ちょっと Linux に興味を持ち始めたら、背景があって。この Linux Foundation で機能安全ワークショップが開催されましたよという紹介が軽い紹介がありました。そこでうちが発表した内容の日本語版をやるんですけども、ですね、その一応自己紹介ということで、カですね、カネタワーになりました。大体経歴というか、まあ、Linux 関連を見るようになって10年ぐらい。だから元々 OS 屋さんじゃないです。で、組み込み向けの仮想化を見るようになって大体なので。で、それ以前はミドルとかアプリってやってました。X-Window とか、Web のブラウザエンジンとか、メーラーとか、ね。もっと古いところ行くと、ちょっとマルチリンクとかやってたりするんですけども、そうですよ。で、ここまで見てふっと気がつくんですけど、機能安全の機能にも入ってない。機能安全の専門家ではありません。でも、機能安全の発表はします。で、一応その OS 屋さんとか、仮想化屋さんとか、システムを組む人のメーカーを見た時の機能安全って何なのっていうのを、その視点での発表です。一応、そういう形で多分機能安全、皆さんあまり興味関心ないだろうということで、超入門ということで、ウェブからいろいろ資料を引っこ抜いて作っています。なので、ここはパナソニックの資料ではありません。私個人の資料。機能安全って、何？ファンクショナルセーフティーの直訳なんで、日本語で言っちゃうとよく意味がわかんないですよ。機能安全。で、大体日本語で説明されるときは本質安全っていうのと対比で理解してねって言われちゃう。で、本質安全って何かって言ったら、機械とか人間とか、機械がですね、人間とか環境に、危害を及ぼす、その根本的な原因そのものを減らしたりとか、なくしたりするような、仕組みのことを、本質安全。例えば、鉄道と、道路が交差する場所があったとします。で、それって何もしなければ、列車と車がとか人がぶつかる危険があるんですけども、それの危険を根本的に解決しましょうというアプローチで、立体交差を作ります。立体交差のシステムで、鉄道と道路を、クロスさせますというのが、本質安全の考え方。でそれに対して機能安全って何なのかと、機能的な工夫を導入して安全レベルをまあまあいいだろうというぐらいまで下げる、上げるっていう、確保するっていうのが機能安全で、道路と鉄道のクロスポイントのところで機能安全のシステムを導入する場合は、まあ、踏切と遮断機というものを導入して、ある程度その踏切がちゃんと正しく動いて遮断機が降りてきて、人がそれに従っていれば一応安全は確保できますと。
いうレベル。ただ万全ではありません。交差自体はその事故の原因となる平面交差自体はなくなっていないので根本は解決されてないんですけども、ある程度は許容できるレベルにはあるでしょう。だから時々例えば遮断機が故障して、列車と車がぶつかっちゃったとか、そもそも車が遮断機無視して突っ込んでぶつかったりとか、そういう事故は発生するんですけども、一応まあ そんなに頻繁に起きるレベルじゃないから許容するっていう考え方ですね。で、もともとこの機能安全って何で出てきたかというと、日本の製品ってもともと品質を高めることで故障率をぐっと下げて安全性っていうのを確保してきたんですけども、欧州の場合は、そもそも部品の品質がそんなに高くなくて、でも安全性を確保したいっていう考えだから、品質が確保できてない部品でも安全を確保できるために安全装置をいっぱいつけようという発想ですね。というところからというか、でこれってまあどういうふうに測るかっていうので規格がいろいろあります。安全度、どれぐらい安全になってますか、どれぐらい安全なシステムですかっていうのを一応市場で測らないと、その作ったものがどれぐらい安全かっていうのを客観的に評価できないので、そういったの企画があります。で、セーフティーインテグリティレベルで知るっていうのが、まあ、IEC の65.8なんですけども、これ、国立の知るって書いてますけど、要するに故障率ですね。故障率を低くすればするほどより安全ですよっていう考え方に基づいて、安全レベルを規定する。でもこれ、ハードウェアの話。だからソフトウェアと故障率って何、ソフトウェアってランダムに壊れるわけじゃない。結局ソフトウェアの故障っていうのは不具合を原因としてうまく動かないことを言うので、ランダムの確率的には測れない。じゃあどうすればいいのというところで出てきたのが、まあ、仮説を、じゃあその機能安全の規格が定めている開発プロセス、その開発手法、安全分析を実施して作ったソフトウェアっていうのは不具合が減りますよね、だから、安全を確保したソフトウェアになりますよねという過程を置いて、安全度を測るという形になっています。で、そこに基づいて、一応車向けに、安全度を規定した規格が最近そのオートモーティブの業界ではキャッキャ言われてますけども、ISO 26262というのがあってですね、これ、車載電子システム向けの機能安全です。で、さっき の, その故障率に基づくハザードの分析というのは、ハードウェア部品に限定しないと。で、ソフトウェアの部品については、別の機能だと。システム全体についてはまあ、製品の使用、使い方でを分析して、ハザードを評価してですね、そのレベルに応じて、オートモーティブセーフインテグリティレベルって AC って呼んでますけど、そういうものを決めていきます。で、どれぐらい、ハードウェア的に、これってハードウェア的に結構考えたりしますけど、どれぐらいの頻度で発生しますかとか、その部品が故障するとどれぐらいの危害を人に加えますかとか、そういうところから、その AC のレベル、AC ってレベルなんで、AC って、A から D まで。例えば ACL の A に準拠した、機能安全のシステムを作りますって言ったら、その A に規定されてる、やり方、規格で決められてるやり方に従ってソフトウェアを開発しておけば、一応その A レベルの安全性能を満たしたソフトウェアですっていう形で変わるという感じ。なので、技術の話じゃないですね。基本的にソフトウェアの作り方とかテストの仕方、テストしたことをどうやって証明しますか、そんな世界にします。で、ちょっと具体的に何してるかというので、機能安全のソフトウェア開発がって言っちゃうと、ソフトウェアに対しての安全要求が、まあ、考えられているので設計検証されてます、されてるよねっていうですね。これはもうソフトウェアそのものが安全のために作るもので、一応その要求いろいろついてる。例えば、まあ、当たり前のシステムの安全に関連するの機能がありますとか、安全に関連するモジュールの、ソフトウェアモジュールの要素に不具合を検出して、
まあ、ハードウェアの故障を検出 しますかとか、そういう故障検出に対する対応とか、あと安全系の装置っていうのは大体リアルタイム処理を求められますので、まあ、何か起こった時に即座に話しなきゃいけないので、リアルタイム性能、時間制約とかそういうものをちゃんとやってますかみたいなところを、考慮して設計します。テストもそういうところを中心にやってます。で、あとは開発プロセスがちゃんとして、そのプロセスに従ってソフトウェア作られるんですよね。あとツールですね、その開発に使うツールそのものも、あとあの安全っていうんですかね、その認定されてる、検証されてるツールを使ってやりなさいって話で、これもその安全のレベルに応じて何しなきゃいけないというのがいろいろ決められてるんですね。それに準拠してれば、その例えば A シル B を準拠している認証が取れますって話で、そうすると、例えばカーメーカーさんから、この部品はシルの、例えば B レベルを取っていないと、納入してはいけない。そういう件が出てきて、みんな頑張って B を取得すると。で、B はまだ緩いからですね。B とかが結構その人の命が関わる部分になってきたので、このあたりになると、リアルタイム性もかなりきつくて、Linux の出番がないんですけども、まあ、B ぐらいだったらあるかなというところで、ちょっと Linux で機能安全の認証を取るには、どうしたらいいんだろう。開発プロセス、その企画に規定されているような開発プロセスに従っているわけですし、検証があるわけですし、そもそもその、設計とかも、モデルとかのコミュニティによってバラバラ、OSS の。なので、そういうものをどうやって整合性をつけていったらいいんだとか、まあ、普通にやってたら多分取れないんで、それをどうしましょうっていうのを、みんなちょっと、機能安全の人たちが考え始めたという、背景がある。この辺までが、機能安全の、ちょっと超人のサービスになってて、私もこれ以上、深いところを突っ込まれたら分かんない。で、でそんな中で、うちはじゃあ、あ違うか、Linux Foundation の話ですね。で、ワークショップ紹介です。で一応その、最近、車とか産業部門で Linux を使いたいよと、まあ、そしていろいろ複雑になってきて、複雑なものをさせたくなってきたので、アルドスでコリコリ書いてると、しんどくなってきたから、Linux に夢を見てるんでしょうけども、Linux を使いたい。でも、機能安全の要求がついちゃうので、機能安全システムで Linux を作りたいという需要がちょっとあるんです。で、その第1回のワークショップ、Linux ファンデーションはまあその辺にちょっと目をつけたというか、NEM とか僕の一環として、オートモーティブグループで、あれの延長線上でちょっと機能安全見なきゃいけないんじゃないのみたいな話もあったりしたので、一応その機能安全リラックスに興味関心のある企業を集めてですね、とりあえずどんな課題があると思ってるかとか、どんなことやってるんですかとか、もうまあぶっちゃけ全部いろいろ言ってもらった何をしたらいいのか誰も答えを持ってないじゃないので、まずはおのおの手持ちのカードを見せましょうと。一応プレゼンした企業とか団体のところに書いてあるんですけど、タイターとか BMW、EPRI とか、ファンクとか、政府系の研究とか、ルネサスがルネサス。グローバルルネサスっていうのは、ゼンを使って、オートモーティブの、日本セメント向けとかの、その、パソコン環境を作ってたりとか、オートモーティブ向けのアンドロイドを作ったりとかする会社なんですけど、そこと、まあ、どっちが、思うところが、一応このワークショップの目的としては、まあ、Linux で機能安全を実現するための方法を探って、その課題を明らかにして解決していこうみたいな話があるんですけど、Linux で機能安全をちゃんとできるよっていう思ってやってる企業と、やっぱ無理じゃないって思って、そのもうちょっと作りやすいやり方、機能安全システムに、Linux を使える部分は使うけど、ダメな部分はダメだよねっていうので、こう
後に出てくるんですけど、そういうシステムの作り方なので、そっちの方でやらなきゃいけないかじゃないのっていう、まあ、2つの大体派閥っていうんですかね、2つでまあ分かれてます。で一応、先行してる組織とかプロジェクトが一応あってですね、そのオートモーメーション、そのオープンソースオートメーションデベロップメントラボっていうのが OSADL とか OC なんですけども、あります。でここはそのオートメーションとかインダストリー向けの、グリーンリナックスシステム、だからディストリビューションみたいなものを作ることを考えて活動しています。でそこの、プロジェクトの一つとして、シルツリナックス MP というのがあってですね、これが、機能安全の認証をリナックスのカーネルで取りましょうという壮大なプロジェクト で、そこから、機能安全のエキスパートでかつリナックス OS を見ているというすごい貴重な人が参加しています。でそこ、ここのこの団体と BMW は、R&D っていうか研究所が出てきたんですけど、そこがどうも仲良しみたいですね。で Linux の機能安全やりたいやりたいやりたい、みんな一緒にやらないっていう手声をかけてるっていう、こういうというところで大体入っているんですね。この辺までで、ね、ちょっと質問とかあります。なければもう後で。じゃあ質問、はい、機能安全、ソフトウェアの機能安全の開発について、はい、検証されたツールを使うところっていうのが出てるんですけど、Linux をコンパイルするのに GCC とかそういうコンパイラーを使うんですが、そのコンパイラー GCC を、まあ、商用のコンパイラーはそのための検証をなんかいろいろ手を取ってるような話を聞いたりするんですけど、その GCC はそれ誰か面倒を見ようとしてる人がいらっしゃるんでしょう。そういうところから含めて考えてなんか手を挙げてる、まあ、さっき言ったね、団体っていうのはそれも含めてやろうとしてるんです。 OS、さっきのところは全部含めて、本当にディストリビューションを作ろうとしてるので、全部ディストリビューションを含めてみんなやろうとしてるので、使えるものは全部探してきてやるし、ないものは作るみたいな、結構壮大な計画を立ててるみたいな。OSADL で、グルーズは一発でトップで出てきて、興味がある。かなり壮大な。私からもちょっと。6、7年前に私は、文科省のプロジェクトにディフェンダブル OS プロジェクトというのが絡みまして、最近もいろいろ連絡してるんですけど、そのプロってもその時代からずっと機能安全、機能安全っていろいろやってて、でそのためのいろんなクライテリアであるとかいろいろ提案してるからするんですけれど、今すべきの機能安全という話も当初の議論があったんですが、いろいろと例えば DKS が何だかんだって今も提案したりしてきているんですが、それとの関連っていうのは何か出てきそうなんですか。そうですね、まだ始まったばかりでどこでも連携できてなくて、ヨーロッパ主導で人たちが好きにやっている状態なので、うん、日本でかつてやられていた取り組みはまだどこにもフィールドパスがどこにもされてないので、誰かいい人がいたらこう噛んでほしいなっていう感じだと思いますけど、CG 発想論を始めたの所真理夫さんっていう、うちの元の CTO が人のコンピューターサイエンスラボの今会長やってるって言ってますよね。プロジェクトの会長やってるんで、ちょっと行きたいなと。そうですね。でこの分野にリアクションアデーションの福谷さんがすごい意欲的に取り上げて、なので一度そういうお話をぜひ持っていっていただければ。あともう一つは、医療系の人たちって、Linux をどうやって医療機器で使うかって話で、結構割り切ったことやっていて、オフザセリフソフトやってクライテリアがついちゃう。このところはもう、プロセスだなんだかんだって、開発プロセスだなんだかんだって置いといて、今夜の本棚に並んでるソフトウェアでしょって、だからうるさいこと言わないっていうカテゴリーを作っちゃってるっていうのは、医療系のシステムと機能安全のいろいろな考え方の中に入っているんです。特にこれ、アメリカの FDA の機能医療系のシステムの機能安全のフレームワークにあるんですけれども、
それとはそういうような考え方を立案するであるとか、そういう現実的なものを持ってくるのは何だろうなという議論にもまだ至ってない。多分それはアメリカ的な発想と、ヨーロッパ的な発想、決定的に違うところだと思うんだよね。確かに。プロセスを重視して、手数を重視するのはもうヨーロッパスタイルで、アメリカは現実的にやろうと。軍隊なんかの使い方でもそう、軍隊に OSS や PC を使うのもそうで、アメリカの軍隊はもうそこに売ってるパソコン買ってきてやればいいじゃんと。うん、だからヨーロッパはそうはならない、絶対に。逆に言うと、このところにあれですね、BMW じゃなくて、アメリカのフォードがなんだかんだってところが出てくると、また違う色が出てくるから、ね。これも全部言ってきてるのはヨーロッパの方から言ってるんですね。BMW が OSDA の操作だし、そういうところからやっぱり発想が出てきて、アメリカ的な発想ではこういうのは絶対出てこないというふうに思います。確かに。結局欧州のカーメーカーに部品を納める我々の身としては何かないです。すいません、どうもありがとう。ちなみに何でしたっけ、ちょうどそのディフェンダブル OS とか IEC61 とかいろいろ言われた頃に僕もいろいろ調べて、実はその時にもう数年、5年くらい前かな、4、5年前だと思うんですけど、その頃にもう OSADL が C2Linux やってたので、やってましたね、確かにね。ずっとこれプロジェクトとしてやってるんですけど、最近になって特にそれが強く言われるようになって注目を浴びてきているっていう形だと思うんですね。それはおそらく自動車だとかそういう機能があるっていうのは非常にクリティカルな業界が本気で OSS Linux っていうところに出てきたっていうところの時代背景なんですよね。あと自動運転のところがどうするかっていうのは、そこが出てきたことが非常に大きいですね。自動安全って本当に機能安全でいいのかなって、自動運転って本当に機能安全でいいのかなって追いかけてね。でもそれって実は本当はプラグマティックでアメリカ的な発想の世界なんじゃないって僕は思ったりもするんだけど、まあいいや。話が、どうもまとまる気配を見せないけど、やめて。これ最終的に発散して終わったんですよね。終わりました。で電話会議もこれの前に1回あったんですけど、それもうみんな言いたいこと言って終わってた。国のちょっとお話がありましたけど、メーカーそのものの結構文化というか思想の、ね、安全に対する考え方っていうか、文化に出てくるよ、ね。だからトヨタはこんな考え方して安全性を確保しないとね。トヨタは品質的に性質なんですよ。だけどどでかいリコールとかやらかしてるからこれ見ろって言われるんですけどね。ヨーロッパの人たちはこういうことやってるのは大丈夫だったらないのみたいな話をするんですけど、でもここでどうするって本当に本質的に嫌だよねっていう。で、あとリラックスをこんなとこに持ち込むことしないなって、正直思うんですけどね。ちゃんと機能安全認証を取れてる QNX ぐらいでもう我慢しといてよって思う。ただ、自動運転とか画像認証全部やろうと思ったら、今時のその組み込みの場所では初期費用持たない、その現実で、それどうやってバランスを取るかっていうのが、計画者のスタンスが非常に違うわけじゃない。そうだ、そうだと思います。その通り、やっぱりリラックスが、欲しがられてるか、そのレベルの高機能の汎用のコンピューターシステムが必要になってきてるという。で、パナソニックからの発表にそろそろ入りたいんですけども、うちは一応その機能安全の専門家の人が連れて、その開発プロセスバリバリで部品を作っていきましょうという取り組みは当然あります。オートモーティブ&インダストリー社というところ、この10月から対象の仕事なんですけど、でも、インダストリー系とか、デバイス系のところで、いろいろ今、やってます。だけど、そういう話、そこはリラックスは兼ねないので、そういう話ではなくて、それをそれで、機能安全のみんな必要なところは当然必要ですよね。でもシステム全体を全部機能安全の、例えば一番高いところを追わなきゃいけないのかというのはそうじゃないですよねという前提のもとで、ちょっと、
もうちょっと基本に戻ったというか後戻りされた話なんですけど、あとはですね、うちはちょっと仮想化を推してたりする背景になって、そういう内容が高くしているので、これが全てだよ。それだけちょっと違う。一応そのこういう考え方もあるんじゃないのっていう話です。じゃあただごくごく一般的なお話は、気楽に聞いてください。で、向こうで発表した資料なんで、全部文章は英語だし、英語弱いのでかなり書き込んであるので、あんまりスライドは気にしない。一応その機能安全 の, そのこれまでの経緯ですよね。信頼性のあるシステムを、ハードウェアモニュールをその個々の部品で信頼性を確保して、信頼性の高い部品をこう組み合わせることで変容を作る。で、当然その中に高信頼のソフトウェアとハードウェアとコンパクトにセットにして、作っていったのがこれまでだけど、まあだからそのこれまでは、ちっちゃなシステムの組み合わせだったので、ソフトウェア規模も小さかった、OS も小さくて済みます。その上で動いているアプリケーションもまあシンプルなので、まあ要は、やりようがあったんですけども、まあさっきもいろいろ話してるんですけど、これから求められているシステムというのはもうちょっと大きいものに対しても機能安全が必要になってきていると。いった時に、まあ汎用 OS、 リラックスみたいな汎用 OS を使って OSS のライブラリとかを使って、高機能で、まあ、複雑なシステムを、必要とされるという流れになっています。で、その中で一応その考え方としては2つのやり方というか方向性がありますよねという話で、1つは、安全モジュールとその非安全モジュール分けて、システムを構成する。だから安全をどうしても確保しなきゃいけないところと、そうでないところをきちんと分けて、それを組み合わせて作って、システム全体としては、安全性の確保されたシステムをするっていうのが一つと、まあ、それともう一つは、汎用 OS を機能安全をちゃんとサポートできるように認証するとか、そういうのをやっていく。という、まあ、2つの方向性のこんな組み合わせになるんだろうな、考え。で、一つは、まあ、安全、高安全、高信頼の部分と、そうでもどうでもいいという言い方なんですけど、そうでもない部分。それに関し、それと、もう一つは、かつて、まあ、RPS を組んだところを頑張ってみようとしてきました。まあ、この2つの流れがあるんでしょうね。それはまあ変わらないでしょう。それで一応そのシステムの作り方としてこれぐらいのまあ4つのタイプに分けて、でこんな感じで作る作り方が一般的に考えてあるんじゃないか。で一つは、まあ、こういうのパーティションですけど、ハードウェアによる、モジュールの分離をしているシステム、上の一番 A1 のセパレーティッドインというやつですけど、これはもう完全に既存のシステムというか、今普通に車とかでも、ヘッドアップディスクを入れる部分がないでしょうけど、一つの ECU の上に一つのシステムがあって、メーターだったら ECU の一つとかでも、まあ、ソフトならソフトの上にメーターシステムがあって、まあ、M1 はマルチメディアなんですけど、でそれが、まあ、働き的に完全に分離されている、ECU って何ですか？エレクトロニックコントロールユニットとかいろいろ略称記号ではあるんですけど、結局そのハードウェアモジュール、じゃあモードが違うみたいな、それでまあまあそれぐらいの規模みたいな。で、まあ、2番目はちょっと CPU だけ特化してますけど、他もいろいろ分離してるんですけど、ECU 自体は1個なんだけど中がハードウェア的に分離されてますよっていう、はい、だからモードは1個なんだけど複数機能が入ってるんで、まああんまりそんなに分離レベルか。でそれに対してソフトウェアで分離しましょうって話も当然ありますよね。
ワン CPU とかワンソフトを組み立てて、中で例えば仮想化を使って2つの OS を動かしてリブスシステムを走らせる。まあ普通にそのデスクトップとかサーバーの世界でやられてる話で、それよりももっと結合を進めると、例えばここが Linux でできるようになれば、そのワン OS でできる世界になりますよね、うん、というのが一番最後にしたんですけどね。ワン OS の上で例えばまあコンテナみたいなものを使っているんですけども、リズのシステムを走らせる。そうすると、これって対してそれぞれその結合ですね、ファンクショナルインテグリティと ACL が安全ですけどっていうのは、実はみんなどっちも高くっていかなくて、ハードウェア分離のやつは当然完全にそのソフトウェア的には分離状態なんで結合度がすごく低い。対して、安全度は割と高く担保することは、容易ですというのは、こっちの機能で何かあってもこっちの機能で影響は与えないですから、ね、なんで、割と ACL は高いレベルの ACL と低いレベルの ACL とか簡単に分かれることができる。に対してちょっとここまで言ってみるので、例えば、仮想化をこのステックス OS とか走らせるやつは、ソフトウェア的には1個 そのハードウェアで動くんで結合度は結構高くなってます。仮想ドライバーとか使ってね、共有とかは割とできたり、ソフトウェア間の通信といっても自分の中で取れてるので割と融通が効きます。だけどやっぱりこの辺でおかしなことが起こった時にこれが大丈夫ですかとか、そういうのを考えると本当に何ですかね、例えばこれちょっと例が悪いんですけども ACLD レベルの世界ってそのハードリアルタイムの世界なので、キャッシュとかその MMU とかあったらもう全然話にならないみたいなものがあって、そういうソフトウェアの世界なんですけども、そんなものここには載せれないので、ある程度その ACL レベルとしては緩いものまでしかいない。今想定では多分 ABCD ある中の B まででしょうっていうのは大体言われてるんですけど、そうなんです。で、だから、ソフトウェアの結合度を高めると、やっぱり高い ACL が望めないし、高い ACL を望もうと思ったら、やっぱハードウェアの分離っていうのはなくせないというので、まあ、この4つ分離してみましたけど、どれかになるわけじゃなくて、やっぱ残っている。どれも、これも、残っていきますよねっていうところで、そう行き過ぎましたね。で、そのこれぞれのタイプっていうのは、要件によって選択して組み合わせて使っていく話ですねというところが、まあ、うちのポジションです。で、今回発表は30分の時間割り当てだったので、これの個々について課題がどうだろうとか作るために何をしなきゃいけないみたいな話は全然できなかったので、今回は、私の得意分野というか、ちょっとやってるハイパーバイザーのところのこの3番目のタイプの、まあざっくりとした課題ですかね、そういうのを紹介しますで、パソコン使ったまあバージョンは大体、大きく4つ課題があります。1つは、パフォーマンス性能 とデペンダビリティ、堅牢性の両立ですね、性能を重視にすれば、破綻するところが何か出てきますし、堅牢性重視にすれば性能が単純で出せないというところがどうしても出てくるので、このバランスをどうしようかという話は、それから、リアルタイム性能の保証をこうやって貼っていくのか、仮想環境で例えばアルトスと汎用 OS と混ぜたときに、このアルトス側のリアルタイムってどれぐらい保証できるかとか、それするためにはその仮想化の例えばハイパーバイザーとかのリアルタイム要件みたいな話はつきます。
から、アプリケーションを起こしてるからなんですけど、まあ、仮想化の上に例えば Android みたいなのを載せちゃうとすると、結構その性能をいろいろ出すために仮想ドライバーとかチューニングしてガンガン Android の標準その例えばチップベンダーから提供されるカーネルとかドライバーとかそのまま使うわけにはいろいろ手を入れることがでそのシステムを次のメジャーバージョンアップが来ましたって時にまたやらなきゃいけないやり直さなきゃいけないので割とそのメンテナンスコストが、こと Android で仮想化をやろうとするといろいろ問題になってきます、まあ、それだけに限らないんですけど結局その仮想化ってその組み込みの仮想化ってまずそのフルバーチャライズとかねをやって耐えれるような組みはなってないのでどうしてもパラバーチャルというのが残るとさっきも言ったその一番上のパフォーマンスと健康性の両立をする過程で、あるデバイスを複数の場所で共有するときなんかはどうしてもそのいろいろチューニングをしちゃって触っちゃいますというところでそのアプレートソフトウェアの本家が変わったときに自分たちのどう変えるのっていうののコストはまあ普通につきます、まあ、それとあの近い4つ目 その認証取得で例えばデバイスドライバーの認証取得についても、いろいろ手を入れて変えていったら、認証を取得しなきゃいけないで、OS については認証取得が取れている OS を買ってきた一応 OS の認証が免れるんですけどデバイスドライバー自分で変えちゃったらその部分についてはなくてやらなきゃいけないのでそこは残ります。で、仮想化境で、例えば複数のデバイスを共有するために仮想ドライバーを作りますというときも、その仮想ドライバーの認証というのは、仮想ドライバーを作った人が考えなきゃいけない話という、まあ、大体4つの課題が。で、まあ、一個一個簡単に紹介します。で、性能と性能性の両立。ですけど、基本これを抑えるためにはその共有しているデバイスをどうするのかどうやって扱うのかというのが最大のポイントになります。ソフトウェアポジショニングで無双 OS を走らせているとどうしても何がしかのハードウェアの、モデルは共有せざるを得ませんのでそこの共有のさせ方が課題になります。いきなりサンプルはGPU って重たいものをしてるんですけど、まあ例えば GPU を複数 OS でシェアしようとする場合には、一つの OS が、一個ずつディスプレイを複数のディスプレイを出力してたりとか、複数の OS が一つのディスプレイをに出力したりとかする場合に、その例えば片方の S は GUI に持っているので、とにかくありったけの性能をください。もう一つの方は例えば、サンプルとしてメーターみたいな、LCD でメーターを見つけるシステムが出てくるとするとそちらは表示が絶対崩れちゃダメ、ちゃんときちんと一定のフレームレートで表示されない警告灯表示なんかもキャンって、まあ、車載の欄なんですけどもそこから通知が上がってきたら、何ミリかな何マイクかな何ミリの線内に表示しなきゃいけないからリアルタイム線を持ってたりとかしてでそういうのをどうやって表示するんですかっていうのが必要になります。例えばだからメーターとインフォテインメントなんかはあった時に GPU どうやって使い分けるんですかっていう課題はで、サンプルとして GPU 出したって言われたんですけど、これはソフトウェアでちょっと書いてきたなくて、例えば GPU の場合だったら、もうGPU の仮想化っていうアプローチを取るしかないですと。でかつて CPU が、バーチャライゼーションのエクステンションを突っ込んで、VM の切り替えであるとか、仮想割り込みであるとか、そういうハードウェア的に対応して、完成させたのではないので GPU も、自分たちで実行できるように
ハードウェア的に、スケジューラーに対応できるような格好が必要という、まあ、予想のやり方になるかなと。で、まあ、GPU 以外にもいろいろなデバイスありますけども、個々のデバイスについていろいろ考えていかなきゃいけないですよねというところが、一つ大きな課題です。解決策はここで一応提案はします。課題ありますよ。で、2つ目に早速いっちゃいますけど、2つ目は、まあ、リアルタイム。で、どうしても安全、機能安全を確保するシステムってリアルタイム性を求められます。なので、その仮想化使った場合は、あるゲスト OS、あるバーチャルマシンでのゲスト OS が、RDOS である必要がどうしても出てくるか、リアルタイム対応した Linux じゃないとダメみたいな。そうなってくると、例えばこんな感じで、ハイパーバイザーの上に、タイプ1ハイパーバイザーっていうか、の場合は、ハイパーバイザーの上にネットワーク2つコンパクトになるんですけども、RDOS と、汎用 OS が乗ったときには、RDOS 側の、リアルタイム要件を満たせるような、リアルタイム要件を満足するハイパーバイザー、RG ハイパーバイザーを使います。そういうハイパーバイザーを導入しなきゃいけない。例えば Zen なんかはリアルタイム性保証してくれないんで、そのままではちょっと使えない。それに対して、例えば Type2 のハイパーバイザーの場合っていうのは、ホスト OS の上にバーチャルマシンを走らせるタイプですけども、この場合にホスト OS がリアルタイム OS だったら、リアルタイムに必要なタスクなりは、そのホスト OS 上のアプリとして、ゲスト OS とってリアルタイムいらないものをパソマシンで動かすという作り方もできます。というリアルタイムだけを優先するなら、まあ、こっちの方が作りやすい、作りやすいんですけども、まあ、これがこれで、こちらの性能が割とないがしろされちゃって、その辺のバランスも難しい。というところで、リアルタイム性能を仮想環境、仮想マシンと書いて、どうやって確保していきますかっていうのが一つ課題になりますと。で、3つ目ですね。そしてやっぱアップデーティングコストですけど、まあ、さっきも大体言っちゃいましたけど、例えば Android でメジャーバージョンアップするときっていうのは、大体カーネルが変わっちゃうし、ドライバーが変化するし、いろんなもの材料が変わってるので、仮想化大体やり直しになっちゃうんですね。そうすると、結構コストがと仮想化をやり直しにしたときにその仮想ドライバーとかもやり直しになっちゃうって手触っちゃうとその辺の認証がまた取れなくなって取れなさなくなっちゃうのでその辺の再認証のコストっていうのまでちょっと基本的な場合を見なきゃいけない、まあ、うまくですね、ハイパーバイザーで抱えてるところのドライバーを触らないように急に見てきてるわけですけどそしてもそのアルトスリアタル性確保するために例えばアルトストラ使っちゃったりするとコストオーバーとして、割と根深いところにドライバーが潜んでたりすることもあるのでこの辺りはちょっとこの辺はコストお金かければ解決するんですけど時としてちょっと時間がかかることもあって困るとかもこれはあれなんですそのパナソニックでスマートフォン一つ機種を買って仮想化を入れてる機種を一つありますね。ハイパーバイザーを入れて Android を動かしてもう一つ別の Linux を動かしてっていうところそれはまあセキュリティ的にちょっと付加価値機能を作ってた、スマートフォンが一機種だったりそいつが結局お客様用語で、こちらバージョンアップしなきゃいけなくなったんですけど、ハイパーバイザーはその時は買い出でやってたんですが、その新しいバージョンに対応している Android のバージョンに対応しているハイパーバイザーは、ハイパーバイザーも新しいものを買えないといけないと言われちゃってですね、結局、一から作り直してもらっちゃう
ので、結構その仮想化やるときに、バージョン、メジャーバージョンアップっていうのはインパクトが大きいです。で、4つ目は、デバイスドライバーの話です。で、組み込み、特有っていうんですかね、組み込みは皆さんご承知の通り、速がいっぱいあって、みんな結構点でバラバラなので、だから速ごとに、まあ、DSP という形でチップベンダーからいろいろドライブ出てきますけど、あのそれぞれのドライブ。なんで、仮想化するときはもう本当に、チップごとに全部やらないといけない。っていうので、結構デバイスドライバーの、仮想化対応っていうか共有して使うときですね。パス数量で使うときは別に共有で使うときは、結構そのローディングコストっていうかが、かかるで、まだそのソースコードが、見れてればいいんですけど、見れてない場合も結構あります。で、あと見れてても、実はそのトンネルドライバーになってて、ストロープライザーの部分がユーザー空間に流されてるってことも多々あって、そういうものに対して認証をどう考えていくのかとか、仮想化対応をどうやっていくのかみたいな話は、すごい頭の痛いなって。で、まあ、なんかうまいとこう見つけて、仮想ドライバーのなんかエコシステムみたいなものをオープンソースの世界でちょっと構築できたりしないと、みんなうちのチームもちょっと認知の仕方みたいになるんじゃないかなと。やっぱりその結局一番のネックはおそらくストロークライザーのソフトウェアモデルなので、そのあたりをどう考えるか。今のもアンドロイドとか冒険するときにいろいろ問題になるんですけどね。ということで、課題食い散らかしただけで何も解決策は提案してないんですけど、まとめます。一応その機能安定のシステムを作る作り方の方向性としては、大きく2つやり方があります。一つはもう安全部分と非安全部分をちゃんと分離して、消化システムを構築していく。例えばパーシオニングとかを使いながらですね。で、ソフトウェアパーシオニングする場合は、ハードウェアを共有するので、デバイスの共有が肝になりますと。で、性能と兼容性をどうやって両立させていくのかと、仮想環境、仮想化対応しながら、基本的なコンディションも取っていく。そのあたりを、うまいやり方を探していかないとダメですね。で、あとは、そうは言っても、今までアウトスでやってきたところをより汎用性のある OS に変えてもっと高度なことをやっていきたいという需要も当然あるので、Linux の機能安全認証みたいなところの挑戦については、応援しますよみたいな、これはまあ会社として入れとけって言われてます。以上は、機能安全の、ワークショップで発表した、パソコンから発表した内容です。はい、質問とかありますか？はい。Linux カーネル、まあ、OS、まあ、どこのレベルも入れるか分からないですけど、それをその認証取ろうって話を先ほどされてましたけど、それはレベルで言うと、どのレベルのものを、どの認証を取ろうっていう。ACU で言うと、その ABCD の4段階があったけど、大体みんなはもう B までだろうと。それ以上は無理だろう、うん。それ以上は、例えばそのリアルタイムの要件がきつくなってたりとか、そもそもそのハードウェア的に、いろいろ満たさなきゃいけない。アプリケーションプロセッサーでちょっとしんどいよねっていう世界ではなくて、そういうところがちょっと手が伸ばせない。やっぱり Linux でエンジンコントロールやるだったら多分ね、であとブレーキやるよ、ライダーやるよとかいうのはちょっと話違うんですよ。
で、そうすると、例えばですね、今までは複数の、なんて ECU でしたっけ、それと、まあ、その上に乗っている機能を、まあ、いくつも用意して、それごとに、例えばこいつはレベル B でやってね、とかレベル D でやってねって分けてやったんだと思うんですけど、それをレベル D の、レベル B 以下のものに関しては、Linux に置き換えられるようになるってことですよね。そうですね、そういう作り方も当然できると思います。で、今ってもともとその Linux とかに置き換えることで、より高機能なものを簡単に使え、もう簡単に開発できるようになるみたいなことを多分目指してらっしゃると思うんですけど、そうなった時に、もう一回その上にハイパーバイザーを置いて、その上でもう一回今まで ECU となんとかでやってたような機能を、もう一回そのハイパーバイザーの上に、Linux の上に、まあ、Linux とかそれを同時に走らせたいみたいな要件は出てくるんですか。つまりレベル B の問題は、レベル B 以下のが Linux でできるようになったんだから、Linux 上でそれを全部書けば、きっともっと簡単に開発できるようになるんだから、わざわざそれを、R としてやったものをそのまま使うんじゃなくて、Linux に持ってきてやっちゃえば、Linux だけで、ハイパーバイザーなしでやっちゃってもいいんじゃないのっていうような方が、なんかすごくシンプルな。そうですね。その流れにはなると思います。そうですね。なので、さっきの M パーティションの仮想化の場はどちらかというと過去的な対応をで想定しています。ずっとこのままでいいのかってあれであって、受けるんだったらこっちに行った方がいいっていう、うん、ただ結構そのこの辺って改革してる会社が違ってたりとか、そう簡単には混ぜれないんだけど世界に。例えば、そのインフォテンメント系のシステムがいくつかのモデルを分割してるんだったら、そういうのがさっと集めるのは割と簡単だと思うんですけども、メーターなんかはクラスター系の方で、どちら側の安全要件っていうのは、まあ、またかなり違う世界になっているので、そうそう簡単には混ぜれないっていうか、いきなりここを作るのは多分いいんでしょうというところで、ワンクッション、これで例えば商品化して、課題、洗いざらい出した上で、こっちへ進む。みたいな考え方もあるから、まだ誰もやったことない世界なんで、それだったらもう単純に、ECU で動いてる、まあ、ヘッドマウントディスプレイとメーターと ECU の動いてる上でみんな動いてリラックスそこで切っちゃってハイパーバージョンにしてやった方がなんかそのステップなんていうか、ね、簡単にそこだったらまだそちらもまだいけそうっていうか、そうですそうです、それはその通りだと。だからこれはあくまで例として極端なのが混ぜちゃってますけど、はい、アルトス系のシステムだけを求めて、例えばなんかちょっと大きめのアルトス CPU を求めて動かすとかが当然あると思います。で、とにかく今その結合させる、その OS システムを結合するっていうのは本当にできてないんですね、車って。なので、我々から見ると割となんでそんなことできないのっていうことができてない世界なので、いろんなアイデアを出してもらって、提案出してもらって、やっていけたらいいなと思います。最悪なのは、ね、これそれぞれ別の会社で開発されると思います。打ち上げると、うちはこれ作れなかったりするんですよね。それはそういう活動に、結構積極的な、例えばルーツの BMW であるとか、そういうのもいい連中で。それがメーカーの中での状況はまだ似たり寄ったりみたいですね。だから特定のコンサートのメーカーだったら特定のスモーキーは握られてて、カーメーカーも手がない、うん、メーカーをも作ったことのない人にはやっぱり受注は出せないから、受注もらえないから作れないから不便なんで、どうやって出しするのか、じゃあメーカーやってる企業を買収すればいいなと思って、やっぱその買収して解決する話はここは今だから結構その LCD にメーターを一つにくっつけてっていうその提案とか実際も商品ありますけど、見た目上はくっついてますけど中はまた2つでしょ、うん、この間シャープさんともあるだよね、LCD デバイスとしては間違ってじゃない、どんな形でもいいですよ、LCD デバイスなんてのができるんですけど提案されてるんだけどね、それにつながるシステムは何よって話で、どよどよどよって倒れちゃうって話、そうですね、だから結局、
今はその例えばリアルならもう、ハードウェア的にベースのモジュールで出力したものをハードウェア的にもオーバーレイして出すとしか安全に確実に出すことがないので、うん、そういう作り方を、していけると思います。というのも、大きな MCD に、ナビの地図とメーターとかを重ね合わせる、機種があります。でも、基本はここの形に合わせて作られているので、いずれ遅かれ早かれ限界を迎えるというか、それではもうソフトウェア的に発展が、高機能化が目立ってないので、っていうあたりの、その、インフォテインメント系とかオートマティック系の、その今の課題、現状、こんなシステムになっちゃっててとかいう話は、まあ、手前にそうですけど、今年の6月ぐらいに、オートモーティブリナックスサミットで、パナソニックから、水山が基調講演してまして、その中で、割とぶっちゃけで、今のインフォテインメント業界を巡る状況っていうのを基調講演で話してましたので。あ、それはね、ぶっちゃけ、前回の、ジャンボリーで、申し出やってもらったんです。ああ、そうだね。僕の個人的に学びしました。あのあたりに、ちょっと資料とかも見ていただけると思います。ってことは、ビデオはあるんですか？ビデオは公開してないです。してないですか？はい、いや、ダメです。水山さんの許しがある方には、コピーしてお渡ししてもいいですか？ただ、やはり、かなり突っ込まれてたんで、水山さんとも相談して、ちょっとビデオの公開はやめようと思います。私の口からは絶対言えない。前回のジャンボに来られなくて水山さんのプレゼンテーションも聞かれたことがないという方がどれくらいいます？結構いますよね。いっぱいいますね。残っていただけるともしかしたら見ることもできると思います。上映していただいてるこの発表はその基調講演に引き続いてのバージョンという話なので、基調講演が前提にあった方が、よりちょっとしにくい。ハイパーバイザーにとっては、その周りの質問をいくつかしたいですけど、まずその、さっきの質問に若干かぶるんですけど、結局はハイパーバイザーが入って、何かがあんまり解決しているような感じがしなくて、そうだよね。はい、まずだから、何を仮想化するのか、フルバーチャライゼーションが難しいという話があったんですけど、このテクノカルインフォーだから、デバイスをシェアするかどうかにほとんどかかっている感じがするんですよ。だから逆にデバイスをシェアしないなら、そう、別に構わないっていうか、さっきのことで GP をシェアするっていう話があったんですけど、シェアしたらいくらハイパーバイザーを持ってきても、やっぱ隣に引きずられるし、仮想化を完全にしたことってもダメだし、っていう気がするので、結局としたら仮想化では何も解決できないんじゃないかという気がしてならないというか、で、これは CPU とメモリを仮想化するために、バーチャライゼーションを使うというならば、OK だと思うんですけど、デバイスを仮想化した時点で、特にパラバーチャライゼーションみたいに、上で仮想化専用のものを見せたことはもうアウトだと思うし、そもそももうそこから合わない気がするので、やるならフルバーチャライゼーションだし、デバイスはシェアしたらやっぱりダメなんで、だからこの図だとなんかだんだんシェアしてるように見えるんですけど、間にだからデバイスは分かれてるけど、OS は要するにシェアしてるっていう段階が多分あるはずっていうか、デバイスはそれぞれにしてますと、シェアはしませんっていう。結局だから CPU もデバイスを見れば、ちゃんとそのシェアできる仕組みが入ったから成立しているので、周辺ペリフェラルについても、ちゃんとそのパラで無数のコンテンツと並列にちゃんと使えるように、ハードウェア的にならないとシェアはできない。であくまでも、これが成立するためには、はい、共有しているデバイスは全部ハードウェア的に仮想化対応ができてないとダメだという前提、うん、で、
ソフトウェア的にやる回はおっしゃる通りない。で、そのハードウェアの共有できる、OS 間で共有できるハードウェアの準備が整えるために、っていうか、整えるモチベーションは多分ここにはないと思って、それの環境はここからスタートなのかな。これが出来上がったものをこちらに応用する道は当然、当たり前にある。どちらかというと、これはもうプロトタイプとか試作環境であって、ゆくゆくやっぱこっちに行くんだったら行ってよと、行けないものはこの形で残していくと。結婚式ないと、なんか単純に言うと、なんかそうやって周りを固めてでも ECU を1個にしたいっていうのはあるんです。コストと熱です。それは絶対1個にしたいと、はい。これからどん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 それぞれの ECU の機能が上がっていくとですね、電力もありますし、電力も熱も、今も熱も結構問題になる。あと、その、まあ、コストも当然高い、うん。それを解決したいという要望が、お客様の方からちょくちょくある、うん。なんで、どんな手でも使いたいとは。多分、ね、今のシンプルな会話ならデバイスを2個乗せる方が多分組み込み系で簡単な会話だから、なんか今も子供でもこれで乗り切った、はいはい、だけどいずれ破綻してる、はい、なんか例えばだから GPU を仮想化対応の GPU を新しく出るのと GPU を2個乗せるのとそうですそうどっちがコスベリーにいいのかっていう現状だと多分2個乗せちゃうと乗せちゃいますよね。例えばNVIDIA のケプラーみたいな GPU が組み込みのソフトに持ってきてます、うん、あの子はアーキテクチャ的には、自分割で使える形に近づいていて、うん、次の世代ぐらいで完成するとは言ってますけど、だから、需要の場合はそちらのソフトが進化していると思います。でこのシステムって結局、組み込み、割とその情報系の組み込みシステムの方向性なので、サーバーとかデスクトップとか、その PC の世界で当たり前になってきたものがスケールダウンして落ちていく世界なので、今、GPU の仮想化って、クラウドのレベルでやっと実用化になっていく状態なので、降りてくるのはまだまだかかると思うんですけど、それでは降りてくる。そうなった時にでそれがあればできるのねっていうのを今の段階では分かっています。もう一個出かけないですけど、はい、さっきタイプ1とタイプ2のハイパーバイザーが出てきたと思うんですけども、はい、タイプ1のハイパーバイザーのその、まあ、リアルタイムなハイパーバイザーも知らないのであれなんですけど、ないですね、あのタイプ1ハイパーファイザーで片方がリアルタイム性を求めて片方がリアルタイムじゃないやつってなんかどう考えても絶対できない気がするんですよ。だって片方が CPU 離さなかったら終わりなので、これをだから検査するためには、マルチコールだったやつだ。そうですよね、そうですよね。でだからハイパーファイザー、例えばスルインテルとかで向き向きのとかだとハイパーファイザーが能動的にこう奪い取ることとかあんまないので、あのハイパーファイザーに入るような処理をしたら初めて運ばれた人が読んでるから、ということは、ジェネラルパーパスが、そんなこと知らないで、へへへって動いてたら、お前だってはアルトスに行かなくて、可能性が多いから、結局、CPU の割り当てを固定化する。そうそうしかないです。何のためにかそう入ってたって。そうそうです。だから、そうやって考えていくと、だんだん結局、だからコアも単なるアイソレーションにしか運ばれたんじゃなくて、結局、ハード的には複数あって、それを、割り当ててるだけ。で、間を越境だけしないように見てるだけのハイパーバイザーぐらいしか、多分ハイパーバイザーの用途としては言えなくなってきちゃうかなという気がしてだから、もうどんどん薄くなってなくなるのかなとは思いますね。要は、まあ、パーショニング、まあ、機能面での観点から見れば、もうパーショニングさえ完成されてたら、どんどん道具使っていただいても結構、その方向だと思って、一つのできれば一つのソフトとかチップで複数の OS を入れたりとかできる要望は要件は変わらないです、ね、よりなんか、ね、現実的な対応になって、ちょうど
最後にもう一つはちょっと最後までの話なんですけど、あの国の安全ってあの政府って言葉が出ているので、ついつい私も一緒くたにしちゃうんですけど、これってだからどっちかっていうとアクシデントとか事故とかに対する安全だと思うんですけど、攻撃とかいわゆるセキュリティって、まあ、地震の世界とかで言ってセキュリティに対する安全とはまた違うんですよね。故障の方も、そうですね、そちらに対しては何かないんですか。これはあくまでそのアクシデント規定なんで、そういう攻撃が車が乗っ取られないとか、うん、その乗っ取ってアクセル踏まれちゃわないとか、うん、そういうことに対するのとこれとはもう全く連携せずに、セキュリティの方、セキュリティの方で、企画とか考え方とかはありますね、あったはずです。そっちも多分なんかハイパーバイザーアプローチみたいな、確かある気がするみたいな、その箱に取り込めちゃって、はい、あの暴れてもそんな感じで取り込めるみたいな、どちらかというと仮想化の本質は多分そっちの方なので、はい、私ももともとそっちから買ってた、あ、そうリアルタイムは最近なので無茶でしょうと思いながらこれだったらまだ何とかなるけど、でもこれって構成はここがないがしろにされちゃうんで、こんなところでアンドロイド動かしたらパフォーマンス出ないよなっていう。